で、こっから32回転が4メーターなんで、まあ25まで。25、26、27、28、29、30、31、32。で、まあ4メーターぐらいですね、そうですね。で今度上の付け糸なんですけど、はいはいはい、今度は逆でこっち側に、ああそうね、切った方をこっちにするんですね。そうですね、はい、僕の場合はそうですね。でこれ人それぞれなんけど、はい、上付け糸にフロローを使う人もおれば、はい、まあ PE で付けちゃう人もいるんですけど、僕はあんま上で切れたくないもんで、はい、P ラインの 0.45 で、はい、P ラインの 0.45 上付け糸代わりに、どこのメーカーなんですか。これはピットブルの4本編み、はい、ピットブルの4本編み、うん、はい、でこれはだいたい1回転、2回転分ぐらい、はい、2回転分ぐらい出して、2回転分ぐらいかな、いや3回転やな、3回転、はい、でこれで1回切ってもらって、はい、である程度長さ合わせて、あ、二つ折りするよね。そうそうそう、はいはい、でここで編み込み部分を作るもんで、はい、ここで父は、父はというかでかい、はあ、コブを作ったよね。コブを作った、はいはい、でこの部分が編み込みする糸になるもんで、こっから上が編み込みになるんですね。そう。で、こっちは編み込みやもんで、はいはい、長さはどっちでもいいんですけど。了解です、了解。で、こっちの方だけ、ある程度長さがあった方が、はい、その父親で、この父で、こう指突っ込んで、これが押しやすいもんで、はいはい、で、これをリリアンにつけるみたいな感じ。はいはい、そうですね。はいはいはい。で、やっぱ、水中糸を、交換したい時があるもんで、はい、上側にも、もう一回、この、つまみ、ああ、つまみ。外すとこに。ああ、そうやね。でこれはもうちっちゃくていいもんで、このコブよりも外、編み込む部分を持って、ここでもうこうやって父を作ってあげると、はいはい、ここの部分が統一になるもんで、はあはあ、でこっちで引っ張っちゃうと片方だけ短くなって、あーなって、ね、ちょっとこう不格好な感じの輪っかになるもんで、はいはい、それだけ気をつけて、気をつけてやると、はい、いい風になるよと。そうそうそう、はいはいはい、いいですか。いいですよ。じゃあ次天井糸編み込んでいきます。はい、だいたいこの辺して、あ、そう、あ、こっちに引っ掛ける、そう、こっちは、あ、そうか、あの父は、ね、父はと、はいはい、あのつまみの部分、ね、はいはい、でこっから編み込んでいく、でこっから編み込み、見える、あ、いいよ、これ一回結んでもらって、はいはい、いいですか。いいっす。まあこれも、はい、長さで適当に、はい、やってもらえればいいな。何センチぐらいにしますか。これは結構長めでもいいと思います。はい、ここはすっぽ抜けたらあかんとこなんで、ここですっぽ抜けたらメタルライン全部なくなってますね。もう全損しても、全損まで痛いよね。ここだけはガッチリやっとかんだね。あと編み込むときに結構慎重にやってもらって、でここでメタルラインに傷つける、そこでプッツンいっちゃうもんで、はい、で駒結び、駒結びして、で肩結びか、はいはい、肩結び、引き絞り結び、はい、ちょっと結び方の名前がわからんけど、で、あ、ぐーっと持ってくるね。ここで、はい、寄せて、寄せて、今20、あ、でまたやね。そうそうそう、そのあれ、はい、ほどけ防止ですね、はい、で今の2回やね。そうっす、2回でいいんや、それは。これはもう2回やっとけば、まずほどけることないもんで、はい、こんな感じで切ってもらって、でこれはアロンを打たんでいいんですか。これは打ちます、打ちます、打つけど、ちょっと後で、はい、で、これひっくり返してもらって、ひっくり返して、はい、まあこれは多分やらんくでもいいと思うんですけど、はい、僕は1回すっぽ抜けたことがあったもんで、あ、すっぽ抜けたと多分ここで切れたと思うんやけど、うん、まあ、ちょっとどっちかわからんかったもんね。でこのメタル糸をあのハーフヒッチ、ああ入れ込む、ああ、はい、でもこの上の部分に乗せると、もう何回か、まあ、4、5回やってるよね。それちょっと安心やね。そう、
まあ、ここで多分止まっとるんやけど、うん、もし緩んだ場合ここで止まっとればちょっとは持つかなと思って、うん、保険やねんそこは。そう保険で、まあここで切れたことよっぽどないんですけどね、うん、寝掛かりして天井糸しか持てなくて、で天井糸で引っ張った時にたまに行ってもらうみたいな、はいはい、まあこんだけやっていけばいいと思います。はい、OK。でここはちょっと長めで1センチぐらい残しておいてもらえれば、はい、でこれはで、で今度アロン、アロンやね、はい、アロンを、まあこれは真ん中の辺にちょんちょんってやってこんな感じで打ってもらって、あとここか、あーその辺ね、はい、よし。でまあ指でパッパッと、そうです、で終了、終了。これで、で水中糸鼻管周りの接続が完了ですね。天井糸は何ですか？天井糸いきます、はい、これは何の糸ですか？これも一応さっきの同じメーカーのやつの色付きの糸、はい、ああイエロー、うん、のあー、まあ1号、ね、まあこれは太さ1号しか持ってないんで、あ、まあ、色、まあ、黄色で目立つもんで、あ、分かりやすいですね、これでいいかなと思って。これはフロロ、これはフロロです。あ、はい、うん、これをまあこれ普通にこっちの糸の08とかでも全然問題なく使えるんですけど、うん、見やすい方がいいで、そうそう、イエローにして、ね、それでイエローを使えるかなと思って、これを一回買ってきました、はい、でこれは今度どうしますか？まず一回挟んで、挟みます。でこっちも、こっちも挟んで、挟んで、でこっちも挟んで、おお、どうする？もう一回、ああ U の字、U の字ですよね、はい。この U のこの長さは適当です、適当、はい、うん、適当、結局最後に、はい、あれやもんで、まあ見やすいように黄色でいこうか、はい、な、黄色で、黄色で、まずこれは竿につける部分を、はい、編み込みで作ります。はい、まあ、これも編み込みさっから一緒の感じやね、3、4、まあ4回ぐらいでいいかな、4回で、はい、これでいいか、コマ結び、コマ結び、この先っちょじゃなくて、うん、こっちの本線の方を、はい、ちょっと邪魔になるもんで、まあこれをどっかに引っ掛けておいて、はいはい、でこっちの先っちょの方に、はい、またここに編み込み、はい、ははは、 2回ぐらいでたらいいと思います。もうこれはもうこんな感じですね、はいはいはい、この結びまあ、2回ぐらいやっとけば、はい、でこれはちょっときつめに締めてもらって、で、はい、でカット、カット、はい、で今度、はい、こっちの先っちょに、はい、あのコブを作るんで、はい、まあ、これ適当に、はい、この鉢の結びで、はい、このコブをこうやって作ってもらって、で今編み込んだやつがこのこう絞れてくる、でこっちのコブをここの編み込みの部分まで持ってくれば、でこんな感じにしといてもらって、適当に挟んで、さっきのあまりまあ何でもいいんで、これは短すぎる、これも適当に2回ぐらい結んでもらって、はい、端っこまで行ったとしたらここのつまみ部分を持って、はい、こっちを引っ張ってあげればいるので、これが穂先としたら穂先に入れて、でここをこのまま絞ってもらえば、と、はい、この穂先、これで穂先固定、はいはいはい、OK、で緩めるときはここのつまみ持って引っ張ってあげる。ああ、で今度天井糸の長さ、さっき水中糸4メーターって言ったもんで、はい、で天井糸も4メーター、4メーターで作って、折り返しの部分1メーター作るもんで5メーター、5メーター、はい、まず5メーター分、はい、5メーターで、40回、40回、もう40回いっていけないね、うん、40で OK、
40回で5メーター。5メーター。はい。まあこれは大体でいいですよ。大体ね、うん。折り返しでね。折り返しの部分で調整できるんですと思うんで。はい、でここを適当にバーッと出して、まあ大体1メーターもんで。はい。まあ人広く広で180ぐらいもんで。はい。でここはコブを作ってもらって。はいはい。このコブにしてもらって水中糸の接続部分のリリアン、これ入れ忘れること結構あるんで入れといてもらって、これおすすめですか？これやっぱくるくる、そうですね、ヨレが取れるのでいいかなと思って、そればっかり使ってます。調子はいいよっていうわけですね。そうですね、はい、でこれセットしてもらって、今どここにおるやね。そう。あ、ここにおるね、はい。これが一応折り返しの部分になるかな。はいはいはい、折り返しですね、はい。はい。移動式天井糸の移動部分ですね。移動部分の編み込みやね。そうですね。はい。でこれもまあ大体の長さでいいと思います。それは本線の方やね。本線の方。はい。二、三、四。でこれは緩めに編んだ方が移動できるんで、はいはいはい、であんまきつく編むとここは硬くなっちゃうもん で極力、そこまでテンションはかけず、まあこの角度、この角度を緩めにしてもらって、ね、はい、直角やなくて、そうそうです、直角やとこれここ絞っちゃうもんで、ね、はい、こう緩めに、緩めの角度ね、そうですね、はい、でこれも大体の長さ感覚でいいですね。はい。何センチぐらい？1.5から2センチぐらいあれば。はい。まあこんなもんぐらいあれば止まると思うんで。はい、でまたここで駒結び。ここで駒結びしてからの。でこれで一回移動するかどうかだけ試してもらって。またギュッと伸べやそんで切る。でこれでもう絶対下がらんもんで。はい、でもうこれぐらいでいいと思ったらもう一回。はい。2回目の駒結び。そうです。はい。で次。次ここから、はい、戻しのもう一回 U ターンしたやつやね。そうですね、これを一回ちょっとつける方間違えた。でこれをバツにしてもらって、うん、あクロスですね、クロスにして、はい、で今度ここをもう一回コマ結びしてもらって、はいはい、ここでまた編み込んでいくと、ここは一回2回でいいです。あ、2回でいいんや。ここは2回でいいです。で、コマ。コマ結びしてもらって、で、次、はい、本線を外して。本線を外して、U ターンの本線ね。そうです。はい、あ、U ターンじゃない方。あ、じゃない方。本線の方ですね。あ、本線の方ね。うん、はい、外して、これをちょっと横にのけておいてもらって、あ、で、今度、折り返した方に、はい、5回ぐらい。5回ぐらい。あ、3回か4回ぐらいでいいか。このもんですね。はい。にして、コマ結び。コマ結び。まあ、これは止めちゃうもんで。はいはい、コマ結び。まあ、3回ぐらいやっとけば。はい、3回コマ。緩むことはないかなと思います。はいはい、で、カット。で、今度、これを外して、このコブを作った方ですね、はいはい、でこれここ切ってもらってでここを引っ張ってもらうとコブで止まる、このコブが、はいはい、さっきダブルでバクツにしたとこに、はい、ここに入り込むので、はい、でこれで効くもんで、あはははでこんな感じですか。で完成、完成で、これが天井糸ですね、はい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 、こんな感じになります、はい、で移動させるときは、はい、こう緩めてこうするずーっといくとどんどん長くなるので、はい、いくんですね、はいはい、で止めるときはちゃんとここを伸ばしておいてもらえるとスプールに行って巻くと、で巻きます、巻きます、そしていよいよさっき作った水中糸の部分ですね、これね、はい、でこれがさっきのあ、そうですか、うん、これでいいよ、はい、うん、こっちの方が分かりやすいかな、うん、で、これリリアン、リリアンとかね、はい、天井側のね、はい、で、さっき作った
水中率の、はい、つけるわけですね。輪っかにしてあるね、そこ。輪っか広げて、はい、広げてこうして指を2本突っ込んでもらって、でグッとやるとこの、はい、何だっけ、父はね、父はできるもんで、この状態になるもんで、はい、ここのリリアンに、ここにリリアンに入れて、はい、引っ張るだけ。そうするとこのコブで、そう、効いて接続完了。はい、完了で、変えるときはこれを引っ張ってもらえれば簡単に外れるもので、はい、簡単ですね。で、また他の水中糸を接続してもらえれば、はい、天井糸は、まあ、トラブルの時でも、そうですね、すぐにね、うん、天井糸は変えずに、はい、こんな感じでやるとグッとやるともう効くんですね、これ、はい、もうこれで、はい、ガンガンですね、 OK、 外れることはよっぽどないです。こんな感じです。完成です。